どうも、キズドラキです。今回ですけども3月ということで衣替えのねシーズンだと思うんですけども、僕のね収納方法をですね皆さんにシェアしていったらなと思います。まあ、本当にですね服好きあるあるだとは思うんですけども、どん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 服がね増えていくんですよね。でやっぱり一人暮らしの収納スペースだともうね収まりきらないよってなっちゃうわけなんですよ。僕とかはですね、よっぽど思い出がない限りなるべくねこう服をこうサイクルさせるようにしてるんですけども、僕のね相方の高尾さんとかはもう本当に15年前の服があるようにずーっとこう物をこう取っておくっていう結構習慣づいてて、すっごい量あるんですよ。でまあそういう時にどうしたらいいのかっていうところと、まあ僕がこう心がけてることとかをですね、ぜひ皆さんにこうシェアできたらなと思って今回このような動画を撮っております。ぜひ最後までご覧になっていただけたらなと思います。今回ですね、僕がおすすめしたいものがですね、こちらサマリーポケットです。今回ですね、こちら別に案件でも何でもないです。ただですね、めちゃくちゃこのアプリ使ってみてよくて、本当にこうおすすめの皆さんにアプリなんですよね。こちらですね、まあ一応貸しクローゼットじゃないですけど、服をですね段ボールに詰めてこう送って、あの一定期間保管してくれるっていうアプリですね。サマリーポケット、多分ご存知の方も多いと思います。でこのサマリーポケット何がいいのかっていうところをですね、あの皆さんにご紹介できたらなと思います。結構ねいくつかまとめてきました。でまず一つ目はですね、コスパがめちゃくちゃいいなと僕は感じました。まあ、どういったコスパかというとですね、まあ、家賃に比べるともう服めちゃくちゃ多いから、やっぱりね一人暮らしだと収納が少ない、収納が大きいところがいい、部屋数が多いところがいいとか、そういう風になるわけですよ。まあ、それに比べると月々ですね、今回550円、まあ、大きいサイズで550円のあのものなんですけど、段ボール、まあ、10箱預けても5500円、まあ、そういうまあかなり家賃に比べるとですね、まあ、特にあの都心中心にはなると思うんですけど、まあ、家賃に比べてはすごく安いのかなというところ、そこがまあいいのかなと思ってます。であとですね、湿度管理がしっかりされてるって、まあ、洋服にいい湿度とあの人がね住む湿度ってね全然違うんですよね。なんで結構無理したり乾燥したりすることが多いんですけど、まあ、ここを使うことでより湿度管理しっかりされてるということで、まあ、洋服にとってもいい環境で保管できるっていうのがまあいいところなのかなと思います。であとまあハンガー保管とか、あのシワが気になる、まあ、コートとかジャケットとかハンガー保管が75円からできたりとかですね。あとクリーニング、クリーニングめちゃくちゃいいです。まあ、これもコスパのいい点になるんですけど、特にコートとか高いじゃないですか。結構数千円ってするところが900円からできるっていうのがいいですね。だから物によっては特に冬物とかを預ける場合にはめちゃくちゃいいのかなと思ってます。まあ、こういった面でコスパがめちゃくちゃいいなっていうところです。続いてですね、写真で見れるっていうのがいいです。こちらですね、まあ、写真で見れないタイプもあるんですけども、先ほどからずっと言ってる550円のタイプだと写真をこう撮ってくれて、まあ、アプリ内でこう写真を見ることができるということですね。まあ、これでですね、なんかこう服好きの所有欲っていうのがですねこう薄れないというか、なんか持ってる感が手元にはないんだけど、まあ、あの写真でこう見ることができるので、こう持ってる感があるっていうのはですねいい点なのかなとは思ってます。はい、で続いて手際がいい。で片付けとかこう衣替えって結構思い立つ時が多いじゃないですか。そういった面ですごくあの便利だなって思う部分があります。預けたりとか段ボール送ってきてくれたりとか、そういうのもですね結構早朝とか深夜のこう対応がしてあったりとか、もう明日明後日にこう取りに来てくれたりとか、すぐ、まあ、シーズンによってはですねちょっと時間かかる時はあるんですけど、まあ、すぐ取りに来てくれたりとか、すぐ取り出しができたりとか、まあ、そこがすごくいいなとは思ってますね。効率よくできるっていう点がおすすめ。本当に火の打ち所が正直ないなって思うぐらいいいアプリです。そしてですね、結構この最後の点が僕の中ですごく重要なんですけども、こう服が整理できるっていう点ですね。これは何かというとですね、着るかもしれないといってこう残してる服ってあるじゃないですか。まあ、思い出もめちゃくちゃそこまでっていうか、まあ、でも着るかもしれないと、1年着てないけど着るかもしれないから、でもこれ捨てるのもどっかにいつか着るかもなって、いやでもこれどっかで着なくなるんよなっていう服あるじゃないですか。ただですね、一回サマリーポケットに預けることで、あ、本当にこれ別に必要なかったなってことが気づくことができるんですよ。これはめちゃくちゃいい点なのかなと思っています。あ、別にこれなくても今シーズン全然過ごせたやとか、あ、全然あのこのアイテム頭に浮かばなかったわっていうのがね、結果的にあるってことに気づくんですよね。なのでまた次こう取り出す時に、あのもうその服はこう処分しちゃったりとか、あの売っちゃったりすることにこうできるので、服がまあどんどん増えていく中でしっかり整理もできるっていうのがね、僕のこのサマリーポケットを使うことのいい点なのかなと思ってます。はい、
まあ今ですね以上4点ご紹介したんですけども、実際にですね550円でどのぐらいのねものが収納できるかっていうところなんですけども、ちょっとねこう箱をこうリサイクルしてて使用済みな感じがあるんですけど、これが550円の箱なんですけど、これにですねどのぐらいの洋服が収納できるかっていうのをですね実際に試していきたいなと思います。ちょうど本当に冬物をですね預けるところなのでやっていきたいなと思います。まず一つ目こちらポータークラシックですね、ダウンです。で続いてハーフのコートですね、ウルベットのコート。続いてこれロエベのコートですね、はい、でこちらもコートなんですけど井上ブラザーズのアルパカのコートです。続いて深夜小塚のですねビジネスマン、はい、で続いて堺のショートブルゾン、あとはこうベイマックスのダウン。ベイマックスのダウンはですね結構かさばるんで、もうこういった入れ物に入れてこう脇を埋めるような感じにしようかなと思ってますね。であとはこういった深夜小塚のシャツ、イートーツのコーデュロイのパンツ、このぐらいですねちょっとパンパンかなっていう感じです。冬物だとですね、まあ、このぐらいの感じのサイズっていうか量になるのかなと思います。まあでも結構これを収納できるだけで全然クローゼットってすっきりするんで、550円でこんだけ預けれるっていうのはいいのかなとは思っております。はい、ということで本日はですね久々にこういったハウトゥー動画を投稿していただきました。この動画が良ければこういった情報もっともっと欲しいよって方はですねぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。